人とのつながり。これは俺が若い頃の話。当時、俺たちの家ではお盆の時期になると両親の実家へ集まる習慣があった。昔は祖父母が出迎えてくれていたのだが、二人とも奇跡に入ってしまったことで、今ではその家もがらんとしてしまっている。それでは寂しいと思ったし、何より家の管理もしなければならない。ということで、俺たち家族や親戚は祖父母が亡くなってからも、お盆の時期になるとその家に集まるようにしていた。そして、その年も例年通り祖父母の家に泊まりながら、お墓参りをしようという話になっていた。しかし、その年には少し珍しいことがあった。それがおじの帰省だった。おじは常に海外を飛び回っている人で、お盆の時期だろうが年末年始だろうが関係なく、めったに姿を見せないような人だった。実の兄である父に話を聞いてみても、あいつはそういうやつだから、昔から一箇所に泊まれないやつなんだよ。と言われるだけで、その話を聞いた俺は、おじがよほどの自由人なのだろう、と思っていた。当時の俺はそんなおじに対して、自分の親の墓にも来ない、無責任な人だと感じていたが、その年に限っては予定が噛み合ったのか、俺よりも早い時期から祖父母の家へと帰省していた。以降、おじのことを勝久、俺のことは雄二とする。おう雄二、久しぶりだな。少し背が伸びたか？前に会った時から変わってないよ。勝久おじさんはいつ帰ってきたの？3日前だよ。ほら、これお土産。そう言って、勝久おじさんに手渡されたのは、不思議な模様の入った木の面だった。勝久おじさんのお土産は決まって、どういう使い道なのかもわからない、不思議なオブジェであることが多かった。今回もその類で、俺はそれを祖父母の家の玄関に飾ることにした。勝久おじさん曰く、それは悪いものを遠ざける効果があるのだという。今回はどのくらいこっちにいるの？またお盆の途中で帰るようなことはないよね？俺がそう尋ねると、勝久おじさんは笑って答えた。今回は少し余裕を持って帰ってこれたからな。お盆最終日までは確実にいると思うよ。ふーん、と俺がそっけなく答えると、勝久おじさんは俺の肩に手を回して距離を近づけてくる。勝久おじさんは海外といっても、発展途上の国々を巡っているらしく、畑仕事でもしているかのような太い腕に、小麦色によく焼けた肌をしていて、勝久おじさんを一言で表すなら活発という言葉がよく似合った。そして、勝久おじさんは帰ってくるたびに海外での話を俺に聞かせてくる。前はブラジルの奥地に行ったが、今回はアフリカの内地に行ってきてな。知ってるか？砂漠って実は雪が降ることもあるんだぞ。昔は勝久おじさんの話を夢中で聞いていたものだが、当時では、もうあまり興味もなくなってしまっていて、俺はその話を簡単に聞き流していた。そんなくだらない話よりも祖父母のために、お盆の準備をしなければならないと思っていた。翌日の朝、仕事で遅れて合流する両親の到着が、さらに1日延期されるという知らせを受けた。何でも便が悪天候のために欠航してしまったそうで、それに乗る予定にしていた両親は、便をずらしてこちらへ向かうことになったそうだ。俺は準備を進めておく旨の連絡を返して、他に予定通りに合流する別の親戚を待つことにした。それが俺のおば、以後は陽子おばさんとする。あら、雄二くん、かっこよくなったわね。兄さんたちは遅れてくるんだってね。私も話は聞いてるわ。陽子おばさんは父の妹、そして勝久おじさんの双子の姉である。雰囲気こそ父や勝久おじさんに似てはいるが、あのワイルドな勝久おじさんと双子だと言われると、途端にそれを疑いたくなってしまう。陽子おばさんは打って変わって、昔から上品で丁寧な言葉遣いをする人だった。勝久おじさんを活発とするなら、陽子おばさんはおしとやかという言葉がよく似合う人だった。俺は陽子おばさんの荷物を運ぶのを手伝い、お墓参りに必要な準備はあらかた揃えていることを話した。雄二くんもすっかり大人になっちゃったわね。それで、うちの自由奔放な末っ子はどこにいるのかしら？
勝久おじさんなら朝から買い物に行っていると伝えると、陽子おばさんはため息をついてこうつぶやいた。まったく、昔から勝久は好き勝手しちゃってね。少し早いけど、もう二人でお昼ご飯食べちゃわない？私お弁当買ってきたのよ。俺はうなずいて、お昼ご飯の準備をすることにした。陽子おばさんと話していると、しっかりとした大人の雰囲気や、威厳を感じられて、こういう余裕ある大人になりたいという、憧れのようなものを覚えていた。しかし、当時の俺はまだ人を見る目は備わっていなかった。ああ、ゆうじくん、この野菜捨てておいて。え、野菜ですか？陽子おばさんはいきなり弁当に入っていた野菜を弁当の蓋の上に乗せ始めた。知ってる？野菜ってね、他の生き物に食べられないために体の中に毒を作るの。だから野菜は食べない方が健康に良いのよ。俺は最初、何かの冗談を言っているように見えた。しかし、陽子おばさんは本当にせっかく入っていた野菜を全て捨ててしまった。もったいないから俺が代わりに食べようと言ったが、陽子おばさんはむしろ、俺が食べている野菜も取り上げてきて、その様子はとても違和感を覚えるようなものだった。歯磨きをするときは水だけで磨くのよ。歯磨き粉なんて使ったら体に毒が溜まるからね。しばらく聞いているうちに陽子さんはネットによくあるような、エセ科学を信じてしまっていると思った。しかも、これがなかなか頑固で、自分の意見を訂正しようとする気配もなかった。とはいえ、俺も頭ごなしに否定するわけでもなく、なんとなく愛想笑いをしていたが、その仕草がかえって陽子おばさんの怒りを買ってしまった。本気で信じてないでしょ？いい、これはあんたのためなんだからね。世の中にはみんなが知らないだけでたくさんの有害なもので溢れているの。私はそれから身を守る術を教えようとしてるのよ。それを愛想笑いで返すなんて本当は信じてない証拠じゃない。信じてないなら反論してみなさいよ。陽子おばさんは烈火のように感情を爆発させ、俺に迫ってきた。ヒステリックという表現がしっくりくるほどだったが、少なくともその様子は俺が知る陽子おばさんの姿ではなかった。その表現ぶりに俺は軽く恐怖を覚えていたが、なんとか陽子おばさんをなだめることに成功して、俺は少し距離を置くことにした。その様子は何かに取り憑かれたような恐ろしさがあり、感情の起伏が普通の人間のそれではないと思った。そうしているうちに、家の外から車が止まる音が聞こえてきて、勝久おじさんが帰ってきたことに気づいた。俺は気を紛らわすために、勝久おじさんが買ってきたであろう夕飯の荷物などを取りに行った。すると、勝久おじさんは車から降りて、呆然と家の方を見つめていた。ユージ、家の中に誰かいるのか？俺はそう尋ねられたので、陽子おばさんが帰ってきてるよ、と答えた。すると、勝久おじさんは、さらに険しい表情を浮かべて、俺の腕を掴んだ。車に乗れ。一旦ここから離れるぞ。俺は困惑したまま車に乗せられ、荷物も下ろさないままに、車は再び家から離れていった。勝久おじさんが運転する最中、しばらくの間気まずい沈黙が続いていたが、家から離れるにつれて勝久おじさんが口を開いた。陽子のやつ。変わったことはなかったか？俺は真っ先に陽子おばさんの表現ぶりを思い出して、それを打ち明けた。勝久おじさんはどこか納得したような顔をしていた。少し驚くかもしれないがな、あの家、何か良くないものが入り込んでる。おそらく陽子に取り付いてるものだろうな。その気配が家の外からでもビンビン感じ取れた。俺は勝久おじさんがそんなオカルトな話をしてくることに驚いた。勝久おじさんは珍しくて奇妙な話をしてくる人ではあったが、決してそんな怪しい話はしない人だった。もうこの際だから話すけどな、実はおじさんな、霊が見えるんだよ。道具さえあれば難しい呪霊だってできる。いつもの冗談かと思ったが、運転する勝久おじさんの横顔は真剣そのものだった。その話が嘘ではないと確信した俺は勝久おじさんにこう尋ねた。陽子おばさんって何かに取り付いてるんだよね？それってどんなやつなの？
厳密にはちゃんと見てみないとわからないが、気配から察するに、あれはおそらく人の精神に作用する霊だろうな。陽子のやつ変なことを言ってただろう？ああやって周りから孤立させて、誰にも助けてもらえなくなったところを襲う卑劣な霊なんだよ。勝久おじさんの説明を聞いて、妙に納得できる部分があった。実際に俺も陽子おばさんからの話を聞いて、思わず距離を置きたくなってしまった。もしあれが続いていたら、陽子おばさんに何かあっても助けようとは思えなくなっていたかもしれない。ユージは何も悪くない。陽子が取り憑かれたのは偶然かもしれないしな。それで、これからどうしたらいいの？陽子おばさんは元に戻せるの？大丈夫だ、安心しろ。さっき言っただろ？道具さえあれば除霊ができるって。だから今、それを取りに向かってるんだよ。勝久おじさんが車を止めたのは近所の神社だった。俺もその神社には初詣に来たことがある。石階段を登って境内へと入っていくと、中には袴を着た神主さんがいた。勝久おじさんが陽気に話しかけると、神主さんは久しぶりに友人と再会したように、勝久おじさんと肩を組み合った。どうやら二人は昔からの友人らしい。勝久おじさんは軽い世間話の後に、陽子おばさんのことを話し、自分が除霊をしようと考えていることを打ち明けていた。それを聞いた神主さんも真剣な面持ちになり、勝久おじさんの話に耳を傾けていた。というわけで場所と道具が一式欲しいんだ。霊はするからしばらく貸してくれないか？勝久おじさんが深く頭を下げると、神主さんは構わないという表情で快諾してくれた。すると、勝久おじさんが今度は俺の方を向いてこう言い放った。これから除霊を行う。お前にはあることを手伝ってほしいんだ。な、何を手伝えばいいの？俺たちはしばらく中で準備をする。こっちが終わるまでにユージは、陽子をここに呼んできてほしいんだ。でもくれぐれも気をつけろよ。決して陽子に心を許そうとするんじゃないぞ。お前も取り込まれる。俺は車の鍵を手渡され、勝久おじさんと神主さんは奥の部屋へと消えていった。俺は再び家まで車を走らせて、陽子おばさんを迎えに行った。すると陽子おばさんは家の玄関の前に立っていて、両手を組んで仁王立ちのまま俺のことを待ち構えていた。無断で外に行くなんて何考えてるの？悪い病気でも持って帰ってきたらどうするのよ、いい？その辺にいるカラスだってね、ユージ君のことを見張ってて誰かに報告してるのよ。そんなこともわからないの。陽子おばさんは明らかにヒステリックを起こしていた。しかし、それは陽子おばさんの気質ではなく何か別の原因があると信じて、俺は必死に陽子おばさんをなだめて車に乗せることができた。それまでに数十分の押し問答があったが、最終的には、陽子おばさんの話をもっと聞くために少しドライブへ行こうという名目を使って、家から連れ出すことができた。神社に向かうまでの間、陽子おばさんは明らかに破綻しているような、おかしな言動を繰り返していたが、俺はそれに耐えてなんとか、神社まで連れてくることに成功した。そして、石階段を登った先の境内には、普段の様子からは考えられないような、清廉潔白な白い袴姿の勝久おじさんが佇んでいた。そこから起こったことは、俺もまだ全ては理解しきれていない。まず陽子おばさんが勝久おじさんの姿に気がつくと、再び烈火のように、怒りを燃え上がらせて、おじさんの元まで迫っていった。この時の行動はもしかすると、陽子おばさんの中にいた霊が、除霊の力を持つ勝久おじさんに反応したからではないかと思っているが、それに対して勝久おじさんが取った行動は至極単純だった。パチン、と勝久おじさんは陽子おばさんの方をぶった。呆然とする陽子おばさんにさらにもう一発、おまけにまた一発。合計三発ものビンタをもらった陽子おばさんは怒りを見せるどころか、とても落ち着いているような様子に見えた。そして、ここでようやく勝久おじさんが口を開いた。まったく、久しぶりに見てみれば、誰かの世話にかけるようなことはするなって言われてきただろうが、これで少しはマシになったか？
陽子おばさんはビンタされた方を押さえていたが、すぐに、ごめんなさい、と自然な謝罪の言葉が出てきていた。俺にはそれが陽子おばさんが正気を取り戻した瞬間のように思えた。陽子おばさんは後ろに立っていた俺に近寄ってくると、頭を下げて謝ってきた。私、どうかしてたわ。変なことを言ってごめんなさい。と、あまりに深々と謝ってきたので、俺は思わず頭を上げさせた。その時はまだこの事態が本当にこれで片付いたのかわからなかったが、勝久おじさんや神主さんの安堵した表情を見る限り、すでに問題は解決したのだと悟った。それから家に帰り、俺は勝久おじさんにこう尋ねた。あの時の呪霊って何をしたの？何か特別な道具でも使ったの？俺の質問に勝久おじさんはガハハと笑って答えた。いや、霊が弱すぎたんで俺の力だけで払っちまったよ。本当はもっとヤバい霊を想定してたんだが、弱い霊が集まっただけのただの雑魚だったよ。もはや勝久おじさんの霊能力に疑いを持っているわけでもなかったが、俺はどうしても気になり、何がどうなって呪霊を成功させたのか尋ねた。実はな、あれは日本の神様の力を借りているんだ。だから神域である境内でしか呪霊できなかったんだ。それにな、ユージ、日本にはたくさんの神様がいて、それらが海の外から来る、悪いものから守っているんだ。ほら、八百万の神とかって言うだろ？確かにそれは聞いたことがあった。しかし、神様というのが本当にいるとは驚きだった。でもな、悪いものから守ってくれてる神様だけどよ、実は最近、日本の神様側がピンチになってきてるんだよ。相手に押し負けてるみたいなんだ。だから悪いものに取り憑かれて、人の心を失うような人やおかしなことを叫ぶ人が徐々に増えてきてしまったんだ。陽子が取り憑かれたのもそれが原因の一つだろうな。え、それって大丈夫なの？あ、大丈夫さ。神様ってのはピンチにはなっても絶対に負けることはないんだ。今までもそうしてきたからな。そして日本の神様たちはな、実は人間同士の縁を渡ってたくさんの人を守っているんだ。だから人とのつながりは絶対に大切にしないといけない。人とのつながりが切れた人は神様に守ってもらえなくなって、悪いものに取り憑かれてしまうかもしれない。だからユージはそういう人とのつながりを大切にするんだぞ。勝久おじさんの言葉は今でも深く俺の胸に刻まれている。後に分かったことだが、陽子おばさんは最近仕事を辞め、家に一人でいることが増えた結果、人とのつながりが切れてしまった状態にあったらしい。そして改めて取り憑かれていた当時のことを聞いてみると、どうして自分があんなことを言っていたのか理解できないと言っていた。念のため、俺は勝久おじさんに見てもらって、俺や翌日に合流した俺の両親にも、何も悪いものがついていないことを確かめてもらった。それからその年のお盆は何事もなく終わり、俺や両親、陽子おばさんが自分たちの住まいに戻る頃には、勝久おじさんは再び飛行機で海外へと旅立ってしまった。俺はこの時のことをしっかりと覚えていて、陽子おばさんに取り付いていた霊のことを心底恐ろしいと感じつつも、その対策と日本の神様の活躍を教えてくれた勝久おじさんにはとても感謝している。人とのつながりは大切にする、という教訓を守りながら、俺は今でも親戚だけにとどまらず、友人や同僚たちとも幅広い交流を続けている。きっとそれが日本を助けてくれている神様への助けとなるのであれば、俺はそんな神様を応援しながら、心豊かに多くの人と共に、人生を歩んでいこうと思っている。長くなったが、これで俺の話は終わり。